DC コミックスのキャラクターが共演する DC エクステンデッドユニバース。その中で今回紹介する作品は、ワンダーウーマンとワンダーウーマン1984。DCEU シリーズを見始めるならば、まず先に見ておくといい作品の一つ。ではまず、一作目のワンダーウーマン。舞台は1918年の第一次世界大戦末期。主役はダイアナ、ゼウスの娘であり、アマゾン族の王女ですが、人間の戦争を終わらせようと奮闘します。演じたのはガルガドット、監督はパティ・ジェンキンス。なんと、アメコミ映画史上初の女性監督です。では次、ワンダーウーマン1984。前作から66年後の世界。SF アクションというよりも愛と欲望、そして幸福と妥協を描いた物語になっています。以上、ワンダーウーマン DCEU を追いかける上ではぜひ最初にご視聴ください。